試合が動いたのは3回裏。修徳ツーアウトで4番佐藤。その初球、レフトへ大きな当たり、入った。4番佐藤の公式戦初ホームランで修徳が先制点を奪います。1点を追いかける日大豊山は5回表、2つのフォアボールと送りバントでワンアウトランナー2塁3塁、逆転のチャンスを作ります。打席には3番小川。初球を捉えた、打球はセンターの右へ、ランナー2人がホームに帰ってきた。日大豊山が試合をひっくり返します。日大豊山先発玉井は3回に先制ホームランは許したものの、6回までに9個の三振を奪うなど修徳に追加点を与えません。逆転を許した修徳は7回裏、その玉井からヒットとフォアボールでワンアウトランナー1塁2塁のチャンスを作ると、2番鈴木優太、セーフティーバント、これが内野安打になる。ワンアウト満塁と玉井を攻めます。打席には3番床江だ。玉井ここをしのげるか、いい当たりだ、しかしこれはファールになる。フルカウントとなって9球目、フォアボール、押し出しで修徳が試合を振り出しに戻します。9回表の日大豊山、この回先頭のピンチヒッター岸本がレフト前に運んだ。1番吉金が送りバント、勝ち越しのランナーを得点圏に進めます。ツーアウトとなって3番小川、空振り三振、日大豊山得点することができません。試合は同点で9回裏、修徳の攻撃に移ります。修徳はヒットと送りバントでワンアウトランナー2塁、サヨナラのチャンス。打席には3番床江だ。その初球、捉えた、大きいぞ、入った、劇的なサヨナラツーランホームランで修徳が日大豊山を下しベスト8進出です。自分はもう思いっきり行ってやろうっていう気持ちで行きました。これからの試合は絶対自分がチャンスで1本出すっていう気持ちで臨みたいと思います。しっかり初球から自分なりにしっかり振れたんで、結果的にホームランになったかなと思います。この大会期間中に一つでも成長して次の試合に臨みたいです。